はい、ということで、ピッカーブリックの結果は、4つ合わせて全部で、皆さんこんにちは、ジェシオルゴールだ。はい、今回の動画はタイトルの通りなんですけど、私、ヒロゲン、5年ぶりにレゴランドに行ってまいりました。5年ぶりに行った感想なんですけど、まあ、一言言うのであれば、めちゃくちゃ進化してました。5年前に行った時は、レゴランドのホテルとか、レゴ忍者ゴーのエリアもできてなかったので、この5年間でめちゃくちゃパワーアップしてるのをすごい感じました。で、レゴランドで何してきたのかというと、まあ、この5年間で何が変わったのかを見たのと、アトラクションにも結構乗ったりしたんですけど、僕が一番楽しみにしてたのは、ピックアブリックです。前回の動画でピックアブリックのガチっぷりをまあ一応話したんですけど、今回も詰めるだけ詰めてきました。で、今回はレゴランド以外に、滋賀竜王のアウトレットモールのレゴストアでピックアブリックをやってまいりました。というわけで、今回の動画でピックアブリックの成果をお見せしたいと思います。はい、まずはレゴランドのピックアブリックをお見せしたいと思います。ちなみにパーツの数なんですけど、レゴランド大阪よりかは結構多かったです。ちなみにレゴランドのピックアブリックなんですけど、この大サイズのカップのみでした。というわけでお見せします。せーので。はい、今回はこれだけ詰めてやってまいりました。5年前に行った時と違って、結構珍しいパーツとかがいっぱいあったので、とりあえず詰めて詰めまくりました。確かこれが一番最初にやったやつで、これは確かね、1時間ちょっとで詰めました。で、一番大変だったこれです。詰めるのに1時間ぐらいでいけたんですけど、蓋を閉めるのに20分かかりました。はい、ではまずは1回目の成果はこのようになっております。もうね、隙間はほぼありません。ちょっと見えづらいんですけど、この白いタイルプレートパーツが僕ずっと欲しくて、何本詰めたかな、もう2、30分ぐらいはもう詰めました。あとそれ以外に足りないなって思ったパーツも結構詰めました。はい、こちらが2回目の結果です。今回も結構いろいろ詰めたんですけど、もう一番の目玉はこれですね。このパーツ、このパーツがね、とにかく建築にすごい使えるんですよね。これもね、ほぼ隙間なく詰めました。で、これの蓋をするのに本当に20分かかりました。いやー、あれはもう本当大変でした。はい、では、はかりを持ってきましたので、重さを測りたいと思います。ちなみに前回が小カップで 250g だったんですけど、今回大サイズなので、多分、1個 500g はあると思います。2つで 1kg 目指してたんで、ちょっとね、これ測るのすっごい楽しみです。では最初に空の大サイズを測ってみたいと思います。大サイズの容器は 81g もあります。ではこの容器の重さを引いて測りたいと思います。まずは最初に詰めてこちらから測りたいと思います。せーの、よっと。重さ、おー !496g! あー惜しい、あと 4g で 500g いってました。うわ、これ悔しいな。では続いては2回目の重さを測りたいと思います。多分ね、490g はいってると思います。では測ります。よっと。重さは、おお !475g! あ、最初に測ったものと 20g 違いますね。というわけで、レゴランドの結果は2つ合わせて約 970g 詰めました。いやー、ちょっと僕的に惜しかったなって思います。やっぱね、2つで 1kg は目指したかったです。はい、続いては、滋賀竜王のアウトレットモールのレゴストアで詰めたピックアブリックです。で、どんなパーツがすごかったのかというと、まずこれですね、このレンガパーツ。このレンガパーツが白と、グレーと、ブラウンと、ちょっと見えづらいんですけど、薄紫のレンガブロックがあったり、あとね、ちょっと見えづらいんですけど、透明のクリアの柱パーツもありました。これはね、建物の作品にめちゃくちゃ使えるので、とにかくこれも詰めまくりました。まあ、1回目はこんな感じなんですけど、僕ね、ちょっとやらかしたことがあって、この2回目なんですよね。2回目は、実はね、結構隙間とか作っちゃったんですよね。いやー、ちょっとこれもったいないことしたなって思ってるので、ちょっと悔しいです。では、まずは1回目に詰めたこちらから測りたいと思います。予想は 480g はあると思います。じゃあ行きます。せーの、でっと。あー !444g! おお、思ってたより結構少ないですね。しかも、ゾロ目。おお。では続いてはこちらの2回目です。2回目なんですけど、おそらく400はいってないんじゃないかなって思います。では測ります。せーの、レッド。重さは、あー !389g! あー、やっぱ低かったかー。いやー、これはね、惜しいことしちゃいましたね。はい、ということで、滋賀竜王リンクプレミアムアウトレットのレゴストアの結果は、2つ合わせて 820g でした。1kg もいってなければ900いってないのかなって思ってたんですけど、やっぱ900いってなかったですね。いやー、これはすっごい悔しかったです。はい、ということで、ピッカーブリックの結果は、4つ合わせて全部で約 1.7kg 詰めました。せーの、いいよ。おー
では2個目いきます。よいしょっと。おお、はい、レゴランドではこれだけ釣れました。あの、僕的に一番良かったのはやっぱこれですね。このでっかいクリアパーツ、それがね、パーツ単価としてはすごい高かったので、とりあえずこれを何個詰めたっけな、ね、全部合わせて15個ぐらい詰めたかな。あの、ちなみにこれテクニックの一つなんですけど、このスキバパーツの中にタイルパーツをびっしり詰めました。もうこれね、ほぼ取れかけてるんですけど、こんな感じで詰めてこうやって合わせることによって隙間がほぼなくなります。あとこういったベージュ系のパーツですね、これをねとにかく詰めまくりました。で、あとそれ以外にこの窓パーツですね、あとはこの白い柱パーツも入れました。とりあえずレゴランドの結果はこんな感じです。ごめんなさい、忘れてました。あとね、このレンガパーツ、これもね結構詰めました。20個は多分詰めたかなって思います。はい、続いては滋賀竜王のレゴストアです。あ、ちなみにあの滋賀竜王のレゴストアの店員さんも僕の詰め方めちゃくちゃ参考にしてました。動画で言っちゃうんですけど、僕って基本的にパーツはもうとにかくケチらずにもうめちゃくちゃ詰めますね。せーの、よいしょ。おーほー、せーの、よっしょ。はい、こちらが滋賀竜王のピックアブリックです。やっぱ一番の目玉はこれですね、このレンガパーツ。これの単価自体がすごい高いので、これはねもうとにかくめちゃくちゃ詰めました。これ何本分だっけな、それぞれ4つ分は詰めました。テクニックなんですけど、じゃあこんな感じでアーチパーツの柱にヒンジをつけております。で、一番の目玉はこれですね、この透明のクリアパーツ、これがねめっちゃ欲しかったんですよね。いやー、これをねとにかく詰めまくりました。で、これもね隙間ができちゃうので、こんな感じでとにかく中に入るだけのパーツを詰めました。あとはこういうクモの巣とか、あとはこういう柱パーツとかも詰めて、で、あとはこれですね、このブロックパーツ、これもねすごい詰め方をしました。これ中身どうなってるのかというと、このブロックを外すと、はい、こちらカッパパーツをびっしり入れました。あのね、これもね結構隙間とかできちゃうので、こんな感じであの葉っぱパーツをびっしり入れました。はい珍しいヒンジパーツもあったり、あ、忘れてました、あとね、このトランスクリアブルーのブロックパーツ、これも詰めました。じゃあ今回詰めたパーツを全部入れてみました。いやー、もうめちゃくちゃ詰めましたね。これだけで 1.7 キロもあるのが未だに信じられませんねはい、ということで今回のピックアブリックの結果は4つで 1.7 キロありました。これちょっとあの見えづらいと思うんですけど、パーツはこんだけびっしり詰めました。これだけパーツを詰めたので、次に作る作品も絶対いいものにしたいと思います。まあ僕の目標といたしましては、次のピックアブリックでは大サイズ2回やって2つで1キロ超えたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ